美容柳は、音切草かぎり草族の反落用低木。美柳とも通称するが、園芸的な呼び名であり植物名としては誤り。中国原産。約300年前に日本に渡来した。反落用紅葉樹の小低木で、よく枝分かれして、株立ち状になる。古くから庭木や公園樹としてよく植えられ、花材としてもよく用いられる。 葉は十字耐性する。葉心は、肥身状を楕円型で薄い。冬場の間も落葉せずに残っており、芯葉が出ると同時に古い葉が落ちる。花期は6から7月頃で、直径5センチメートル程度の黄色の5枚の花びらの、ある花を枝先に咲かせる。花弁はくさび型で、特に長いおしべが、多数付き、よく目立つのが特徴的である。 有イの基部は5つの束になっている。果実は塩水型で、先端に学片を残す。枝先がやや垂れ下がり葉が柳に似ているので、美容柳と呼ばれるが、柳の仲間ではない。中国では、金種桃と呼ばれている。美容柳に、美容竜を当てるのは、日本の通称名。由来は、白、巨いの、長根下に、体液のの不要、美オの柳これに対して、 いかにしてか、涙たれざらむと、幻想皇帝が、ヤギヒと過ごした地を訪れて、大役戸の,の池の蓮華を、ヤギヒの顔に、御オ宮殿の柳を、ヤギヒの眉に例えて、御オ竜の情景を読んだ一節があり、美しい花と柳に似た葉を持つ木を、この古事になぞらえて、御オ竜と呼ぶようになったと言われている。また、美容流などを当てることもあるが、語源は不明、単に、 身を美容と置き換えたものであろう。ABC ヨネクラ工事カジタタダシ、ヒッペリカムモノジナム L、BG プランツワミョウ学名インデックス、2012年6月30日閲覧、ABCDEFGHI ヒラノ久監修、長岡書店編1997、P85、ありがとうございます。